じゃあ始まりました。始まりました。よろしくお願いします。始まりましたって2年ぶりなんですよ。2年ぶりで2年経ってるんですよ。前から2年、そうですね、2年ぶりの、まあ、トーク動画で。本当ですよ。だいぶいろいろありましたけど怒られるぐらい期間空いてますけどね。皆さんいかが少しでしょうかみたいな。まあ普通に始めるとね。普通になるな。まあ普通に我々は始めないですけど急にやりますけど、うん、いや、まあ、時間が経ちましたね。経ちましたね。でまあ久しぶりにちょっとこうやってみましょうっていうか、うん、各々いろんなことがありすぎて、うんうん、2年も空いたっていう、うんうん、ことなんですよね。でさっきも打ち合わせしててこうずっと重い空気がこう漂ってたわけですけど、本番は楽しくなるということで、なかなかこう下からこう上に打ってくる、はい、いろいろありすぎて、いろいろは概要欄にちょっと貼っときますんで、よかったらね貼らないと思いますけどね。ネガティブなことはもう貼らないかもしれないですけど、うん、2年ぶりですよ。驚きましたね。そんなに間が空くとはだいぶありましたね。はい、で我々は2年経ってもマスクしてます。まあ2年経ってもまだマスクが外れない現状がついてることで、ね、どうしようもないですね。何も変わらない。2年経っても何も変わらない。コロナはまだ続く。めちゃくちゃネガティブじゃん。そんな中で、うん、まあ2年経っちゃったんで、うんうん、なんかやんないとなっていう、まあちょっと今年もそろそろ終わりなので。そうですよ。まあちょっと節目として2年経った、まあ2022年なんですよ。うんうんうん。まあそこでちょっとトーク動画撮ってみようかなっていう回でございます。はい、2020年だったんですよ。だって前やった時は2020年の夏でしたね。そうですね。それから夏秋ぐらいですね。ちょうど夏の終わりぐらいで、でなんかオンラインイベントをやってみたいとか やりますみたいな宣言をして、それから、まあ、そこで一応、まあ、トークとして終わっていたので、それから、そうですね、2021年に、実際にちょっとオンラインイベント、まあ、いつもちょっと、出演させていただいているイーストコートさんの方で、まあ、かなりこう、まあ、オンラインちょっと振り切った、まあ、経営に、そうですね。はい、経営されていて、まあ、それで、まあ、別チャンネルでプラナバのチャンネルとは別に、そのアンビファクトっていう、まあ、アンビエントミュージシャンたちを集めて、まあ、ちょっとこう日本のアンビエントミュージシャンをこう海外に発信していこうみたいな、そういったチャンネルがございまして、でそれの方で一応その、まあ、イベントを一回ちょっとやりました。はい、そうですね、はい、アンビファクト、そうですね。で、まあ、出演が、まあ、我々、まあ、プラナバとで、まあ、アート系 YouTuber の、エクスプローション、まあ、今ではね、今では、はい、それで知ってる方も多いと思うんですけど、そうですね。であと他には佐々木さんと、そうセッションっていうね、セッションで形で、はい、まあ、自分と、まあ、ざっくり言うとショーン君と、ショーン君の、はい、まあ、小堀さん、ピシカさん、はい、3人でセッションしてみたという、そうですね。でその3組 そのダイジェスト動画が、アンビファクトチャンネルの方で上がってますので、まあ、そちらもよかったらチェックしてください。そう、本当はアンビファクトが終わっていろいろ何か展開を起こさなきゃいけなかったんですけど、そうですね、まあいろんな方面でガタが来ました。なかなかこう2年経ったって感じなんですね。なかなか厳しい部分もありますよ。そうですよね、うん、なんで2年、なんでアイデアが出なかったんだろうかっていう、うん、とこなんですけど、うん、まあ一応じゃあ個人的なことを言えばドミオはずっと継続してやってて、うん、まあこの間4回やったっていう感じですね、うんうん、それはあって個人的には動いてたんですけど、こうみんなと動く流れっていうのはなかなかなくて、それでなんか空いちゃったっていう感じなんですよ、ね、個人的には、うん、それぞれはやってると思うんですよね。一回自分もドミオン
まあ、実際に現場に行ってみて、あ、はい、うん、ナースウィズウンドの、そうですね、本の特集、うん、だからこう状況としては動いているんだけども、うん、こう我々のこう横のつながりっていうのが、うん、なかなかこう連携が取れなかったっていうか、うん、まあ、あとこれあえて言いますけど、うん、コロナになりましたからね、ここがこの事件がやっぱり一番ちょっと強烈なインパクトだったかなと、個人的には、まあ、なかなか、まあ、肉体的にもそうですけど精神的にだいぶ、だから本当はほぼ1年ちょっとぶりみたいなことでやれればよかったんですけど、うんうん、そのタイミングで僕はコロナにかかるんですね、うん、まあ、そっからまあ後遺症もあって、うん、後遺症っていうのが結局あって、うんうん、でそまあ普通の通常の生活は送れるんですけど、うん、何かやるっていうところまでやっぱりなかなかこう体力と気力が上がっていかないっていう、うん、日常生活は過ごせるんだけど、うん、こう音楽をどうこうするっていう、うん、しかも自分たちでゼロからなんか引き上げていくっていうのは、うん、なかなか体力がですね戻ってこなくて、うん、で2年経ちましたっていうので、まあ奇跡、ある種奇跡の、うん、誰がかかってもおかしくない状況ってあるのか、そうですよね、そうですね、でしかもあのオミクロン株っていう、はいはい、オミクロン株の最初の方の、うん、肩にかかったんで、うん、まあそれなりに後遺症があったっていうか、うん、そこから割と何ていうんですか、こう軽症の人が多かったりしたんですけど、うん、まあ、自分の場合は猛烈に症状が出て後遺症もなんだこれやというぐらいの、うん、まあ倦怠感ですよね、そうですね、まあ、でこれだけ時間が経ったと、うん、大丈夫ですこれだけ時間が経ったんで、その間ね誰もやる人っていうかなかなかいないですからね、うん、まあいたんですよね、うん、ええ、まあ、大事件が起きました、まあ、体があってのことなんで本当ですよ、まあ、しょうがないですよね、我々もだいぶ年を取っていますまあ一回こう体調崩すとダメージがもう、そうですよね、なかなかこう、もうなんか戻らないんですよね、まあ、リカバリーがなかなかリカバリー難しい年齢になりました。リカバリーにとてつもない年月がかかるっていう、うんうん、大変でしたよ、大変でしたね、それで時間が過ぎましたね、うん、ただまあその間ドミノは1回はやってるんですけどね、うん、はい、かかってから直後にやってましたよね、そうかかった直後に、ええ、まあ、症状がすごいところから回復してるんで、うん、元気になったと思ってるんですよ、うんうんところがね、その後出てくるわけですけどね、うん、こう具体的に後遺症っていうのは、うん、これがなかなかそれと付き合うのは大変で、うん、だからドミノ1回だけですかね、2000、はい、今年はドミノ2月に1回やったっきりで、うん、終わりですね、終わりですね、はい、まあ、ドミノ自体はその後も結構やっぱコロナに負けたと盛り上がりっていうのは、まあ、やってますね、まあ、見せてて十分やってますね、そうですね、十分すぎるほどドミノは動いてます、ね、そうですね、やっぱオンラインがだいぶこうそのもう2020年の時からとまた2年経ってその技術がもうどんどん上がってくるわけですか、そうですね、そうですね、またドミノもその、まあ、2年前とまた全然その違う、そうだから自分はだから三条さんが観覧に来てもらった時からも、うん、機材がやっぱちょっとアップデートされてる感じはありまして、そうです、増えてるっていうか単純に、うん、そのカメラの台数も俺増えてるんじゃないかなと思ってて、だいぶその今年もまあ違うイベント見に行ってだいぶ印象違うなって、そうですね、うん、行きましたね、行きましたね、その時動くことはできるんですよ自分で何かやるっていうところがなかなかこう、まあ、現場にこう立つのは難しい、まあ、まあ、もうさすがに大丈夫だと思いますけど、夏までがわけわかんなかったっていうわけで、うん、本当これみんな心配すると思いますけど、ね、今はそれなりに元気なんで、まあちょっと元気な姿の、元気な姿相当やばかったみたいな感じですけど、まあ、実際相当やばかったんですけど、そうですね、感じたことないタルさん、まあだからまあとにかくアンビファクトが本当はだから無事終わりましたっていうところで何かやるべきだったし、まあ、だいぶ経ってしまいますが、ちょっとまあ去年の
1月に無事開催できたってことで。去年の1月、あ、そうかそうか、そうです、去年の1月になる、まだ去年ですね。でその後も結構自分はなんかこう、まあ、アンビファクトではないけど、まあ、違うイベントで、まあ、地元の、まあ、アーティストの方だったりとか、まあ、外のベリーダンスの、まあ、ベリーダンスとそのヒーリングミュージックを合わせたっていう。でそれがなんか、まあ、ちょっと功を結んでた。で今年というか、まあ、先月もちょっと第2回目をちょっと開催しまして、でそれもなかなかの評判で非常にありがたいところですね、はい。だからその、まあ、アンビファクトっていうのは、まあ、アンビエント寄りだったんだけども、うん、そのプラナバのパフォーマンス、ちょっとその後三条さんと話しましたけど、うん、割とノイズもちょっとその時入れてたっていうか。そうですね、だいぶなんかこうノンノイズドローみたいな形で、アンビファクトの時は。そうですよね、自分の意識としてはアンビエント路線で行くのかなっていうのがあったんですけど、シンギングボールの演奏者がやっぱそのメンバーにいるってこともあって、実際にこう一回そのヒーリングの方にアプローチしてくれても面白いのかなと思いまして、まあアンビエントっていうだけだとなかなかこう、まあ、今は結構確実化された部分があったので、はいはい、そうですね、まああのなかなかそういうアンビエントって打ち出すだけだとなかなか難しいという部分もありますし、まあそもそもアンビエントという言葉が日本でどれぐらいこう浸透されかされてるかというと、まあ、まあまだまだそこはあの難しい部分を感じたので、まあどうやったらそのいろんな人に聞いてもらう方法があるかなっていう考えた時に、やっぱまあベターですけど、やっぱ一回フィーリングとか、まあ、メディテーションとか言葉一回ちょっと使ってみようかなっていうのがあって、まあそれでちょっと打ち出した部分もありますね、はい。で前の動画で、だから2年前の動画で自分と三条さんで、ね、うん、後半にそういうこと喋ってるんですよね。そうですね、まあそのアンビエントがなかなか難しいっていう言葉がありましたけど、今その、うん、にしても、うん、我々のその2009年頃からの付き合いなんて、うん、あの時に比べれば十分広がってるし、うんうん、そうなんですよね、その時間軸で見れば広がっているんだけども、うん、やっぱりなかなかアンビエント単体っていうと三条さんのプラナバの活動では難しい部分があった。そうですね、対応、まあそれよりもだから前の動画で話しましたけど、ニューエイジとかっていうキーワードも出てきたりとかして、まあそれをもっとこう、もっとポピュラーなものの言い方としてヒーリングって言った方がこう、なんていうのかな、広がるというか、あの楽しんでもらえる人が多くなるんじゃないかなっていう。そうですね、分かりやすさっていうか、まあその中にそのアンビエントっていう要素があったりとか、まあ、そういうのでこう、まあヒーリングの中にアンビエントみたいな含みのがこう、まあ見てる方には伝わりやすいなっていうのは、まあ痛感したというか、そのいろいろこう現実を突きつけられたみたいなとかありまして、まあそこでちょっとやっぱ自分の方で変わ、まあ、自分の方から変わんなきゃいけないなっていうのもありまして、まあ、だいぶその音は、まあ、音だったりとか実際に使っている楽器だったりとか、まあ、そういった面も含めてあの、まあ、いろいろこう、まあ、ちょっと、まあ、試行錯誤で、まあ、未だにそうなんですけど、まあ、変えていってはいますね、はい。ノイズは本当にじゃあ抑え気味にしたっていうことなんですか？ノイズはそうですね、ちょっとかなり抑え気味ですね。ただあのこの間メディテーションをちょっとやってみたんですけど、はい、でノイズ、いわゆるノイズのノイズオシレーターを使ったりとか、そういった部分っていうのはもうちょっと、まあ、なくなってしまったんですけど、はい、まあ、ちょっとこう例えば、まあ、ギターにこうディストーションでリバーブみたいな、まあまあ、ちょっと前のこう、まあ、ノイズの、まあ、サウンドのあり方みたいな、一回そこをちょっと呼び起こしてみて、でそれを使ってみるってことは、まあ、してみましたね、はい。まあだからそれはあくまでもギターにかかってるわけだから、ノイズオシレーターからのノイズじゃないからというところですよね。そうですね、全く意味合いが違うという、全く違うみたいな、聞こえ方も当然違うっていう、うん、まだ公開されてないですよね。まだ公開してないですね、はい、ですよね、一部は出てるけど、まあまあ、この動画がこう
まあ出てる頃にはもう、ああ、そうか。クラナバチャンネルで、まあ、公開されてるかなって感じですよね。どっかこの辺。とかこの辺にあってありますんで。何でも、何でも貼るっていう。多分この辺がこの辺ポンって出るんで。まあよかったら、ちょっとそちらの方のご覧になってくださいませ。メディテーションね。メディテーションはやりましたね。やりましたね。はい。僕はまあ見てるわけでしょ。もう調子悪くて見てるわけでしょ。会場にも行ってないですけど。会場さん。まあ一応オンラインライブなんで。まあ機材なんかは どうですか？だからいろいろ変化があったっていうか。まあそうです、だいぶ機材とかそういう、うん、なんていうんですか、全てにおいての環境ですよね。スペックがとにかくいろいろな部分で上がったっていう。そうですね、あの自分でその動画編集とか、まあ、そのライブでこう背景に流す、まあ、動画の編集からその始めてみて、まあ、その本当に空間演出の部分からこう作り直してみて、まあ、例えば、まあ、VJ の方とかそういう方を入れた方がまあ、うまくいくと思うんですけど、まあ、本当にこう、まあ、その世界観からこう、まあ、ちょっと作り直してそこから構築するみたいな、まあ、それが動画できたら今度はあの音を入れてみたいな、だそれに最後にダンスの人がこう乗っかってみたいな、まあ、全体を含めたこう演出じゃないけど、まあ、それから作り直したのでだいぶその、まあ、労力だったりとか時間だったりとかそういう試行錯誤とか、まあ、なんだかんだ半年ぐらいこう時間かけて1個のイベントを作ったみたいな。ただその、まあ、機材 そのアップデートに関してはそんなにもともと性格的には苦じゃないんですよ。割と楽しみながらできるっちゃできるんですか。そうですね、まあこだわりは結構、まあ、あるんですけど、まあ、それは別にその、まあ、これだけはいけないっていう部分もないので、まあ、割と新しい機材をどんどんちょっと取り入れてみて、まあ、試してみてみたいな、そこも含めて割とこう今はこう結構機材が楽しいみたいな、そのまあ賛否いろいろあるかもしれないですけど、まあ、そういった面でこう今は割とアンビエントの機材が割と充実してるので、まあそこも今のこうのカルチャーの流れを見るっていう意味でも、まあ一回ちょっと触れてみるっていうのは大事かなと思いまして、まあ、実際こう触ってみると、あ、やっぱよく考えられたなっていうのはよくわかるので。はいはい、まあ、特にその、まあ、空間系のエフェクターとか、まあ、こういう機材はもう、まあまあ、一昔前どこか1年前にもなかったみたいな、はいはい、そういうのがどんどんすごいペースで出てきますね。だそういうのはなんか、まあ、もともと自分が持ってるそういう部分とこうミックスして、でそれをこう、まあ、組み立てみたいな、まあ、そこがなかなか面白い作業だったなというのはありますね。はい、ベリテーションはあれいつでしたっけ？2022の22の11月ですかね。11月か、えー、じゃあ、まあ、ある意味そういう意味、そこの一面を取れば、うん、まあ、なかなか充実した2022ではあったかなっていう、うん、そうですね。よくあの三条さんと自分が話してることで、あの、うん、まあ最終的に結果よしみたいな、なんかこう無理やり前向きに持ってことがありますけど、うんうんうん、まあ2人のこうやり取りの中では、うんうん、最終的にいい方向に向かえば、うんうん、なんか1年うまくしまったかなみたいな感じはありますよ、ね。なるほど。じゃあまあ、最低限っていうか、まあ、いい流れは保てたっていう、うん、そうですね。という感じで、だからベリーアンビファクトからだから、うん、アンビファクトを経由して、うん、まあややヒーリングの要素を入れつつ、うん、でベリテーションっていうのはまあテーションってメディテーションメディテーションで、ね、ベリーダンス&メディテーションみたいな。ベリーダンスっていうのがその、うん、なかなかなんていうのかな、そのいわゆるちょっと戻るとアンビエント界隈では馴染みがないかもしれないですけど、うん、その、このなんていうのかな、この時間で一個だけ三条さんとこう喋ってみたいことは、その、
SNS にも三条さんがね書いてるんですけど、そのパンク的なものをベリーダンスにも感じるっていう、うん、そうですねそこは個人的な意味ですかね、うん、そうですね、これでも言って大丈夫大丈夫なの分かりません、まあ一応だから今あえて突っ込んでみたんです、ベリーダンスのまあそうで、まあアンビエントがパンクかどうかっていうのはまあ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 いろいろ調べたければまあまあ、まあ、あれそんなことはないんですけど、そんなことないそんなことはないですけど、まあ一応そのまあ本当にこうアンダーグラウンドのカルチャーからどんどんこう出てきたみたいな、そういった部分ではなんかなかなかいわゆるこう、まあ、メディアの音楽というかポピュラーの音楽ではなくて、そのまあアートだったりそのアンダーグラウンドの人たちがこう中でこう中ではポピュラーだけどそのメジャーでいうとまたちょっと違うみたいな、はいはいはい、まあ、そういった面ですごく、まあ、特別な音楽みたいな、まあ、アンビエントって言葉を使ってもなかなか通用しないっていうのはそういうところもあるし、まあ、と思えば一部ではすごい通じるみたいな、まあ、そういうのっていうのはなかなか、まあ、その、まあ、分断ではないけどその、まあ、本当知る人と知るみたいな、はいはい、まあ、まあちょっと言葉はあれですけど、まあ、立ち位置は、まあ、ありますし、ベリーダンスも結構あの割とこう2000年代にこう即興ブームみたいなムーブメントがあって、でいろんなその方とこう即興で、まあ、楽器だけじゃなくこう演奏だけじゃなくてあの、まあ、ダンスもこう一緒に即興してなんか作るみたいな、まあ、そのクラブカルチャーとかそういうフェス文化とはまた違うところにあの即興文化がありまして、まあ、そういった中でこうどんどんこう、まあ、コンテンポラリーダンスとか今とか今すごいポピュラーですけど、まあ、そういう中でベリーダンスが入ってきてみたいな。あれその三条さんとベリーダンスの、うん、界隈っていうようなことってこういう会話で触れたことありましたっけ？あまりないですよね。あんまないっすよね。ないですよね。自分がそのプラナバをやる前からちょっとあのベリーダンスの方と、まあ、セッションすることが多くて、まあ、その長くなるかもしれないですけど、長くなりますね。きっかけって何だったんですか？きっかけですか？だからそれこそそれ20年ぐらい前の話なんだと思うんですけど、まあ、その後なんかその即興ムーブメントに自分も関わったことで、まあ、その中からこう派生した人脈だったりとか、まあ、ちょっとそれは当時のインプロビゼーションっていうと、まあ、ライブハウスとか、そうですね、まあ、ギャラリーだったりとか、まあ、ライブハウスというか、まあ、そのアートギャラリーだったりこう、まあ、ちょっとこうクラブでも割とそういう、まあ、ラウンジスペースが充実してるところだったりとか、そういったところで、まあ、少しずつこう意外とその三条さんのジェネレーション、うん、そんなに離れてないんですけど、一応離れてるんで少しみんなそこ実はちょっと通ってるんですよね、少しね、うん、かすってるっていうか、そうですね、まあ、自分の中ではこれあえてね、あのアドリブでいろいろ喋ってますけどトライバルっていうことなのかなって捉えてたりするんですけど、うんうん、まあ、トライバルフュージョンっていうのも確かにその頃から入ってたら多分あるんですよね。まあ、今ほどこう確立されてなくて、そのジャンルができる前にこうすごくこうで黎明期じゃないですけど、はい、まあ、今ってすごくあのベリーダンスって確立化されている部分が、まあ、あるかと思うんですけど、当時は割とこう何でも踊るし何でも演奏音をつけるみたいな、あ、まあ、そのこうちょっとカオスの流れがなかなか面白かった時期ですよね。まあ、道場破りじゃないですけど、カオスでもあり、そのもともと三条さんが掲げてたメディアミックスっていうものと合致するというような、うん、そうですね、まあ、実際にその今ちょっとあんまやってないイベントなんですけど、まあ、ダンスとこう映像と、まあ、そのアート、まあ、ライブペインティングだったりとか、まあ、音はこう集団で即興でなんかライブやるみたいな、まあ、そういったイベントも、まあ、ちょいちょいやりましたし、まあ、今は本当にないですね、そういうのは。なんかこう、ミニマルミュージックとして捉えたような気がするんですけどね、自分は。そういうこう、なんかこう、同じフレーズずっと繰り返して、そうですね。ガーッとこう、最後は盛り上がっていくっていうような。うんうんうん、
まあ大体そういうので、まあ、流れはこう、まあ、できちゃってみたいな、まあ、王道でこう最初静かに入って、はいはいはい、バーってこう太鼓がバーッと叩いてる感じで、その頃はまだルーパーってそうでもなかったんですか？もう出てたんですか？ルーパーは出てましたね。ルーパーなんかボスの RC20 とか、まあ2000年代入ったぐらいから、まあ、一部の人が使い出したみたいな、あ、まあ、そういうのがこうなんか出てきて、実際にそういったあの、まあ、もともとギターエフェクターと出てきたんですけど、なんかいろんなこうヒューマンビートボックスとか今、はいはい、あとこう、まあ、いろんなこう楽器を持ち帰ってこうあの全部こう一人オーケストラで一人バンドみたいなやる人たちも出てきたし、まあ、そういうのをなんかある種こうユーザーに委ねられてこう発生なんかこう発展した分野みたいな、はいはいはい、まあ、ルーパーって言っても当時分からなかったけど、ルーパー使いで今やもういらっしゃるんで、あ、はい、ルーパーとはジャンルになってみたいな、まあそういう中で、うん、ベリーダンスっていうか、そういうベリーダンスのカルチャーと接したっていうか、うん、それがずっと続くっていうことですよね。そうですね、そんなに自分としてはあまりこう、まあ、遠い存在ではなかったみたいな、あの、まあ、他のアンビエントたち、あのミュージック作ってる人たちと比べては、まあ、ベリーダンスは割とこう同一線上というか、まあ、そのロックいわゆるロックバンドがワールドミュージック的な要素を入れるっていうことはあるじゃないですか、うん、それをこう自分自身が体現したっていうか、自分なりにそういう、うん、そういうことの流れに勝手にリンクしていったっていうところなんですか？そうですね、狙ってたわけじゃないですよ。狙ってたわけではないですけど、やっぱそうですよね。まあなんかそのこの流れにこう飛び込んだら面白いだろうなっていうのは、あ、まあ、例えば自分もともとバンドばかりの人間なんで、もともとベースだったんですけど、やっぱあのギターとベースとドラムとではできないこう、はい、サウンドとなった時にやっぱ民族音楽だったりとか、まあ、そういうのはなかなか触れる機会もなかったし、まあ、入ってくるの面白いだろうなと思って、まあ、当時は自分はベースだったりとかギターだったりとかで、まあ、セッションして、まあ、これはちょっと面白いなっていうのは手応えあります。その民族音楽の中にあるそのなんかミニマリズムみたいなものがあり、特殊ですからね。だからその、うん、まあ、いわゆるその後に来るルーパーっていう流れとなんかこう近いところが、そうですね、まあ、あの元々あの結局フリージャズの延長で、まあ、始まったような部分あると思うんですよね。まあ、フリージャズの音源もそうですよね、うんうん、まあ、フリージャズやってた人たちがその民族音楽持ち帰って、はい、で、まあ、それでこうみんなでセッションみたいな、だそうなると楽器は特に楽器の縛りはなくて何を選んでもいいみたいな、はい、まあ、太鼓とかやっぱすごい分かりやすくて、まあ、リズムがあればいいかなと思ったんですけど、まあ、アンビエントも前回のトークで話してて、まあ、それでそういった中でやっぱそのアンビエントミュージックっていう要素も中にはあったので、まあそうですよね、まあ、これって何だろうなって聞いて、まあ、そこはまあ決してこうメインストリートな音楽ではないですけど、まあ、焦点当ててみたら、まあ、ここはなんかすごい広がりがあったみたいな。だから結果的にオンラインイベントというところがね来ても、その、うん、なんていうかな、人脈っていうかつながりっていうか、うん、その濃いものがそうですねあったっていう、うん、逆にこう決してフェスでこうフェスとかでこうステージ立ってバーンってやるようなイメージはないですけど、逆にオンラインイベントでこう家でこう見るっていう中では、またアンビエントミュージックとはすごく相性がいいというか、はい、うん、なんかこう、まあ、ロック的なこういう熱い部分はないですけど、家でこうじっくり見るとか、まあ、ちょっとかけっぱなしでもいいからちょっとつけとくみたいな、そういった中ではすごくまあまあ、ベストというか、はいはい、だから、まあ、そういう意味ではやっぱりいい流れに結果的にはそうですね、まあ、世の中的にはもうとんでもないですけどね、うん、まあ、アンビエントミュージックって考えたらカルチャーって考えたらすごいこう面白い流れでありますよね、まあ、エフェクターだってさっき言ってた部分もすごく進化してるし、
この音をなんか出すんでどんだけディレイをつなげばいいんだよみたいな、はいはいはい、あったのがもうこんだけもうあったものが収まってるのが、ね、まあ実際そこに機材ありますけどね、まあ、まあまあそれまあ出すか出さないかちょっとこの後考える、まあだからそんなまあベリテーションでだから一回こう、うん、ちょっと一つ区切れたかなというか、そうですね、まあ新しいそのまあオンラインイベント一つとしてまあ提示はできたかなっていう、また、まあ、今日まで繋がってるってのはそういうことですよね。そうですね、人間関係が途絶えなかったっていうか、うん、そのダンサーの方とね、そうですね、まあ、パフォーマーの方とその関係性が良好なまま来れたっていうのが、うんうん、そうですね、なんかやっぱそれぞれが何か活動の場をね、うんうん、交流の場を求めてたんじゃないのかなっていう、そうですね、ことですよね。まあ、新しい方も関わる機会もすごい多かったし、ダンスだとよりフィジカルな部分があるので、やっぱこうミーシャだったらこうオンライン振り切ってずっとこうパソコンで作ってるのは可能なんですけど、やっぱダンサーってなかなかやっぱこう、まあ、外で出したいみたいな、そうですよね、まあ、あると思うので、逆にそういう部分でこうオンラインイベントでやるっていうのはすごく相性が良かったなってなりますね。まあこの辺にリンクが、リンクがあります相変わらずこの辺でどっかまあそうですよね、うん、だから僕はコロナなんで、うん、こう報告できることは、まあ、そんなにないんですが、まあ、まあ生きてましたということで、無事で何やるかだからこれでまた2023へ向かうと、うん、まだ我々は多分マスクしてるんでしょうけど、まあ、あと2年ぐらいすると言いますよそこはいいな じゃあとりあえずそんな感じですかね。ちょっと深掘りはできますけどね、それぞれのコンテンツで、そうですね、ざっくり言えば、まあ、ざっくり言えばここ、まあ、これぐらいということで、はい、プラナバと佐々木さんはその後何をやってたのっていう簡単ですが、いいんじゃないでしょうか、まあ、ちょっと報告があってなってことで、はい、本当ですよ、すいません、ね、全然まだやりますよ本当に、まあ、来年こそはちょっとなんかちょっと元気な姿をちょっとお届けできるように佐々木さんも、そうですね、じゃあこれで締めましょうか、一回ちょっと締めましょうか、どっかを多分深掘りするじゃあありがとうございます、ありがとうございます。